さあ、Jテレスタイル生放送でお届けしています。さあ、ここからは松本和美さんが主催を務める舞台についてお話を伺ってまいりましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして舞台に出演される中村静香さん、森田鈴香さんにも加わっていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、5月28日からですね、松本さんの毒物掟という舞台がですね、まあ、公演開始となるんですけども、まずこちら、どんなお話なんでしょうか。これは、はい、前回1月にやった舞台の、結婚の偏差値っていう女子トークのお話の舞台から引き続く、続きものになってるんですか。続きものなんですね。で、それのスピンオフ物語で、はい、その時には探偵アリサっていう恋愛探偵がいて、はい、その恋愛探偵が、このプレパレーションドマリアージュジャパンっていう結婚をセレブとさせる組織と、戦っているという、その設定で、はい、そのプレパレーションドマリアージュジャパンっていうその結婚を紹介する、うん、その事務所の正体が今回明らかになるという。でそこが実は毒物事務所だったっていう。で今日お越しいただいて3人はどういった役割になるんですかね。はい、私はですね、はい、じゃあお願いします。はい、母が、経営しているモデル事務所でマネージャーとして働くユラという役名なんですけども、うん、母でもあり社長でもあるその狭間で葛藤する娘を演じております。そうなんですか、難しい役どころですね。毒物という華やかな世界とあと親子関係も描いているような舞台なんです。はい、さあそして森田さんは。私は2014年と94年パートがあって、1994年が舞台になってるお話で、うん、そのトップモデルなんですよ。ちょっと私トップモデルなんですみたいな。トップモデル役で、でも身長が160センチないし、大丈夫なのかなと思いながら、まあ、ヒール高いヒール履いて、やってるんですね。じゃあモデルウォークもやって。やってないです。やってないんですね。はい、すいません、余計なこと聞きました。ね、そして名古屋は。私は2014年の方のトップモデルで、はい、なんていうんですか、ちょっと家族問題もあったり、ちょっと控えめな女の子の役で、うん、なんていうんですかね、こうちょっとネガティブじゃないんですけど、そういう。ちょっと影を抑えてる女の子と、はい、伏線がいっぱいあるっていうか、すごい楽しい舞台だなって思ったら、全然楽しいけど複雑っていうか。そうですね、だって要はその時間軸がさ、それぞれ違うんでしょ、はい、それは何、物語上行ったり来たりするの？交差しながら描いていって、で光とかライティングで、すごく分かりやすく進めているので、こんがらがらないと思います。楽しく見てもらえると思います。ちょっとタランティーノ方式って言ってますね。でもそもそもね、なんとこの松本さん、読書モデルをテーマにしようと思ったんですか。あのね、これは、まあ、建前上は、はい、その友達が読書にいて、でこの子一体何やってんだろうっていう、要はモデルなのか素人なのかよく分かんない。そうかそうか、中間だからね。中間だから、はいはいはい、よく分かんないんで、でそのちょうど恋愛ものの話の恋愛探偵の話が舞台から話し続けるのに、僕も使ったら面白いかなっていう、まあ、たまたまマッチングしたとこですけど、まあ、これは何やってるんですか。稽古稽古一流モデル。なるほどね。じゃあその毒物という、その、まあ、どっちに足を踏み入れてるのかわからない、この中途半端加減がどういうね、上に向かっていこうっていう気持ちが、どういうふうに気持ちが現れるのかなっていうのがすごく不思議なところもあったんで。なるほど、なかなかね、今までありそうでなかったテーマですもんね。そこはね、なかなかね、逆に当たらないから毒物なわけですよ。ね、どんな存在なのかって未だにはっきりこの言葉で表せないから、そうそうそう、ね、舞台で感じられるとぜひ面白いですよね。これ皆さん、なんか好きな毒物とかなんかいらっしゃるんですか。好きな毒物、ね、まずはピンポイント、柴田咲ちゃん。皆さん、どうしているのかみたいな。あ、この方、素敵な方ですね。あら、これ青文字系ですか、ね、青文字系、松本さんから青文字系ってこれ出てくるのは新鮮です。新鮮ですね。これは長尾ちゃんも
もう、はい、ご存知です。ご存知ですか。ご存知ですか。あの結構雑誌見るの好きなんで、あの可愛いですよね。わかります。うん、可愛いらしいんだよね。可愛いらしい。すごく独房論みたいになってきましたけどね。舞台になってもね。さあそろそろ、ね、じゃあちょっとお時間の方もね、迫ってまいりましたので、じゃああの皆さんね、ちょっと見どころを少しずつでもいいので教えていただけますでしょうか。はい。じゃあ、中村さんからお願いします。独房がテーマということで、素人でもなくプロでもなく、その狭間で葛藤するあの女の子たち の、はい、あの心の動きも描いておりますので、29と30日は公演後にアフタートークがあります。ぜひ来てください。お願いします。そしてマリカさん。はい、女の子ばっかりでとても華やかで楽しい舞台になっています。ぜひご覧ください。はい、そして長野さん。はい、本当に楽しめると思います。ぜひとりあえず来てください。さあ、そして松本さん。はい、今回、長尾バージョン、小田島バージョンという2つのバージョンと AB があるんで。ありがとうございます。